百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？うおーうおー、今日はね、レイの話やりましょう。そういえば剣道ってずっと礼ばっかりしてるな。ほんまやな、そう言われると確かにちょっと不思議やな。俺ガストのチーズインハンバーグが一番好き。今日も便利なあの人に聞いてみようか。切り返し仙人チーズインハンバーグ、みんなお待たせ、今行くからね。あは、ミント行って、できることならミント行って、何でも聞いてね。さすがやな、この人さっき転んだらもうなかったことにしてるよ。剣道はね、礼に始まり礼に終わると言われてるけどね、一日の稽古でなんと50回ぐらい礼をするそうじゃ。それはね、しないで相手の頭を打たせてもらって上達していることへの感謝なんだよ。相手に打たせてもらってる感謝がなくなってしまっては剣道はただの暴力になってしまうんじゃぞ。あ、ちょっと待ってね。ふむふむふむ、あ、なるほどね、なるほどね。オッケーオッケーオッケー、よっしゃよっしゃよっしゃ、いけるいけるいける。普段の稽古でもそうじゃけど、例えば試合で負けた時にふてくされて尊敬や礼をいい加減にするようではダメなんじゃ。剣道から礼がなくなってはただの暴力。そんな礼のない暴力剣道を見て、これから剣道を習いたい子がやってみたいと思うかい？だからね、礼をおろそかにした面白おかしい楽しい稽古なんていうのはね、しゃらくさいわ。剣道やってると、いろんなところでこう、礼をする機会があるんだけどね、それぞれ意味があります。で、その中で一つね、馴染みがないというか分かりにくいっていうのが、神前への拝礼だと思います。これは、体育館だとないと思うんだけどね、道場、いわゆる道場に行くと、もう僕が行ってるところもあります。正面に神棚があるんですよ。ここには何がいるかというと、剣道の神様がいるんです。神前に拝礼っていうのは、神前っていうのは神様の前って書きます。拝礼っていうのは拝む、パンパン、拝む礼って書きます。剣道の神様は何をしてくれるか。剣道の神様はみんなが稽古の間、みんなを見守ってくれてるんです。怪我をしないように見守ってくれる、上手になるように見守ってくれる、ズルしてても見ててくれる。だから感謝をするのが神前に拝礼っていう意味だね。まあ昔からそうなんだけど、剣道っていうのは本当不思議で、この運動、体を動かすっていう側面と、もう一つ礼儀作法、マナーが身につくっていうのは、この教養的側面と二つ持ち合わせてるんだよね。まあ僕が通ってる道場はね、今でもこうなの。こっちの礼儀作法っていうのがすごくうるさい、細かいところだよね。例えば壁に持たれるとか、竹刀を杖にするとか、首に手ぬぐい巻くとかね、こうギュッてやられるからね、そういうところでね、すごく今でもうるさいです。子供たちにも厳しく言ってます。なぜならこれもう道場だから。道場だから。それで言いたいことは、その剣道の運動面じゃなくて、こっちの教養面、マナー、礼儀作法が身につく、これこそが剣道の最大の魅力だったわけですよ。だから昔は親御さんが、お、剣道やらせておけば、礼儀作法が身につく、自主的に動ける子になるっていうことで、こう、道場に掘り込んだわけですね。だから剣道人口もすごい多かった。それが今、こっちの礼儀作法なんていうのをちょっとね、軽くなってきて、試合重視、スポーツ重視な剣道になってきた。それはね、僕でさえ思います。だから年配の先生方とかもっとこれは感じてるはずだと思うの。それで結局どうなったかっていうと、まあいろんなご意見あると思うんだけどね、こっちのまあ礼儀作法的要素を少しこう軽んじて、スポーツ的要素、試合とか、そういうのをこう高めていった剣道っていうのは、今や他のスポーツとちょっとね、横並びみたいになっちゃったんですよ。それで横並びになるってことをもう少し突っ込んで言うと、他のスポーツがこっちの礼儀作法とか教養面を取り込んできたんです。要するに、学校の前で野球部がおはようございますやってる街であったら、おはようございます、こんにちは、すれ違う、おお、野球やってる子でなんて素晴らしいんだ。これ昔そもそも剣道やってる子が言われてたことなんですよ。僕が子供の頃は、街中で知らないおっちゃんにね、なんかスポーツやってんのって聞かれたら、はい、剣道やってます
って言ったら、わーすごい、わーすごいって褒められてたんですよ。それぐらい剣道と礼儀作法、礼儀正しいっていうのがもう浸透してたんですよ。じゃあこれからどうするかっていうと、こっちのスポーツ的要素はもうね、下げられないと思う。これはもう時代の流れだから、ここまで来ちゃってるから、これはこれでいいこともあるの。試合が強くなる、剣道が強くなる、綺麗な剣道をするようになる。剣道界もっとこれから剣道盛り上がっていくためには、こっちの礼儀作法、教養面、マナー、これこそが鍵なんですよ。これがぐーっと盛り上がってきて、今の試合剣道もぐーっと盛り上がってくれば、両方頑張ればすごいことになります。今日ちょっとお話だけになっちゃったけど、また別のビデオで正しい礼の仕方とか、ガッツポーズをやるとなんで一本取り消しになるのかとか、そういった話またやりましょうね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで、見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。